急だからな。しかもここって Wi-Fi 入ってないのかな。 Wi-Fi みんな夕方だからな。しかも最近全くもってインスタグラムを動かしてないからな。大丈夫、仕事中？今日ない、仕事、今日平日だよね。仕事中？おはー、やっほー。やっほー。あまりにもインスタグラムを動かしてなさすぎて、たまにはちゃんとやろうかなと思って、インスタライブをちょっとだけ、どうしようかな、3分ぐらいにしようかな。3分ぐらいやりますかね。はい、3分。あ、待って、もうちょっと集まってかな。3分だけ私のこのティータイムとともに、ティータイムって日本茶だけど、うん、じゃあ3分。空港だよ、これからアナミコンから帰る。あ、帰るの？レッドカーペット見てる、ありがとうございます。うん、これね、見て、ドットのシャツ、本当になんかね、リアルになんか触れんの、わかる？と、今日はリボンタイにラペルはこういう風にね、シルクになってて、うん、かわいい、ドットシャツかわいい、だってイエーイ、こういう感じ。これみんなも真似したらいいかもしんない、この俺のこのスタイル。ちょっとわかんないかな、これ見えるよね後ろ。これね、見て、ノーベルトでしょ。ノーベルトになるべくだったらしたいじゃん、そういう時に必殺技、紐で結ぶ。見えてる？見えてる？紐で結ぶ、見えてんの？こうやって見えた？そうすればノーベルトでちょっと大きいサイズのやつでもいけるっていう、この必殺技です。よいしょ。見えたんだって。でもしかも後ろこの紐が長いやつだと可愛いんだよね。そう、細いから大変。そうなのよ、一般のパンツだとね、大体そういうあの縫製やってる人分かるだろうけど、確実に右左 1.5 はつままないとブカブカなんだよね。うん、そう、ノーベルトおしゃれだって、ありがとうございます。紐は知らんけどさ、好きで、どういうこと？もうちょっと肉付けなのって。いや、これ多分ここの照明のせいだと思う。そんなに俺別に痩せてるわけじゃないんだよ、上から多分当たってるからじゃない。うん、うん、あと50秒です。昨日コンサートいらした皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。あと30秒です。またなんかちょくちょく
やりたいと思います。昨日もね、だって会場出たの遅かったんだよ。11時40分ぐらいに会場を後にしたんで、ちょっとあんま寝てないかも。あと17秒あと15秒。そう、レッドカーペットね、さっき歩いてきたんです。はいはい、コンサート感動しました。ありがとうございます。またやるから。だって何あげていいか分かんないんだもん。何あげていいか分かんないからさ。はい、また皆さん、仕事、お仕事の人、後半戦も頑張ってください。応援してます。応援しております。はい、またお会いしましょう。バイバイ、切るよ。